はい、本日はこちらです。蒲郡市ですね。 JR 蒲郡駅にやってきました。いやー、猛暑です。 JR 蒲郡駅周辺をちょっと散策してみたいと思いますね。あ、こちらなかなかでかいですよね。さあ、ちょっと駅構内入ってみましょうか。じゃあ北口ですね。北口です。こっちが南口ですか。南口ちょっと行ってみましょう。いやー、わあ、すごいですね。ようこそ蒲郡へ。いやー、海が近いからいいですよね。これヨットですか。こちらが南口側かな。南口側、蒲郡駅。蒲郡駅にもあった。ゴールドポスト。名鉄線もありますね。名鉄線。こちらが名鉄線の改札口ですかね。ちょっと北口側歩いてみますか。なかなかレトロですね。あれなんでしょうね。結構古いんだけど、なんだろう。いやー、これはすごいな。あ、違うのか、もう取り壊すんじゃないかな。だってなんか、入居してる感じしないんですけど、ね。取り壊されるんじゃないですか。今しか見れないですね。閉店って書いてある。いやー、かなり年季が入った建物ですね。なんだろう、この前の通り、なんか趣がありそうな通りですけど。あ、商店街か。駅前商店街って書いてあるな。ここはね、広小路交差点ですね。こちらが駅前商店街。なんでしょう、これは。マニラ。ああ。クラブですか。なんか細い通りですけど、なんか商店街っていう味わいというか雰囲気はありますね。バービアショップ。床屋さんですか。こちらにもフィリピン、居酒屋区。フィリピンのお店が多いのかな。まあ、住宅もありますけど、まあ、マンションとかね。結構向こうまで続いてますね。駅前商店街の通りですかね。あ、かき氷。やってますね、かき氷。ここは、新明っていう交差点なんですけど、この辺って、なんか、建物が結構、ね、古い感じがしますね。まあ、趣があるというか。なんでしょうね。北口かな。北口出て、すぐのところはなかなか、なんだろうな。年代的には古そうな建物だったり。
ある感じですね。ちょっと今度反対側行ってみたいね。これは蒲郡北駅前地下街って書いてあるんですよね。はい、見えますかね。ちょっと行ってみたいなと思います。お店がありますね。あ、やってますね。へえ、これはまたまたレトロですね、雰囲気が。あ、ここだけですか。あ、こんな感じです。南口には、はい、アピタがありますね。あと AB ホテルもあります。アピタじゃ、アピタの前にね、なんだろう、命の海科学館がありますね。こちらが命の海科学館ですね。ヤシの木、いいですね。渡り鳥かな。なんか柱の上に止まってますけど。いやー、でっかいエディオン蒲郡店があります。でね、向こうにさ、なんだろうね、あれ、何か社みたいのがあるんだけど、なんだろう、ちょっと高台に、なんでしょうね。行けるかな。竹島水族館、ホテル竹島。あ、結構人いっぱいいるな。暑いからみんな竹島水族館行ってるんかな。わあ、人がいっぱい並んでますね。三河大島定期船が、船乗り場もあるみたいですね。竹島入り口ですか。ウェルカムパーク、この土地ならではの、はい、マンホールを見つけました。竹島橋のマンホールですね。なんかイベントやってんのかな。あ、最高だな。いいね。波が強いな。